は初級です。まず歩きましょう。4 3 2 右足からです。はい、今回はゆっくりですね。編曲はもうちょっとだけ早いです。初級は1番まで、中級から上級はフルでやっていきましょう。まずは足をオープンで、左側に背中を向けて、右手頭の後ろ、1、2、3、4、これ反対もやるんで、まあ、今のうちやっときます。はい、で実際はポーズ4カウント、左から4つ、最後オープン、右足から1、2、3、オープン。4つ横に移動するっていうよりかは、足をそのままオープンして、クロスクロスオープン、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、もう一回いきます。これ最初の動きね、5、6、7、8で、手の動きをつけますね。一度右足から歩きます。最初にこれ両方あるから、両方の手が練習ありますよ。最初肘を張ってますよね。この手から手のひらを上にして前に出す、両方、OK、この手から前に出す両方、もう怖いって感じね。カウントで言うと、あ、そのまま歩くよ。そのまま歩きます。1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、同じルールなので、頭の手から前に出す、怖いで、しかもカウントが5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、エンカウントで入ってます。さらに1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、歩きますね。最後何したかっていうと、ピースをくっつけて、頭、こめかみのところ、はい、いくよ、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、まあ、ポーズをとってるって感じ。あ、OK。では、早速、ここからいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、2、こっちでした。4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、最初の動きです。足は、ゆっくりこのまま、5、6、7、8ね。手の動きだけ裏取り、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、あと1回、1、2、3、4、5、6、7、右足から歩きます。最初の動きがこれでした。ちょっと大変ね。今度は足を止めてください。左からスライド、横にスー、はい、右足じゃなくて左から行きます。スー、今4カウント、1、2、3、2カウントにします。1、2、休憩、また休憩して2カウント、1、2、3、4、5、6、遅れてきた足、1、2、チャチャチャ、ちょっとだけ足を後ろにチャチャチャ行きます。遅れてきた足をチャチャチャ、最後は前に出します。1、2、チャチャチャ、カウント数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、5番の足が横に出る、はい、もう少しで1、2、3、4、5、
脇開けて後ろにルッタッタほういきますよ1、2、3、4、5、6、7、8 1、2、3、4、5 一度右から歩く回した後その横から体の内側に入れます回した後その横から内側手首はしっかりと折ってくださいで最初の動きから合わせます1往復1、2、3、4、5、6、7、8 1、2、3、4、5、6、7、8 1、2、3、4、5、6、7、8 ふぅラララあ、もう一回いきます頭から最初の動きその手からパーパーその手からスライドラッタッタオープンラスト OK 右足から歩きます OK これが最初の動き一往復ずつで終わりますさあこの後足をまた止めて左からスライドもう一回いきます1、2、3、4、5同じく2カウント1、2、3、4でまた同じ遅れてきた足1、2、3、4引っ張ってくると同時に骨盤キャッチ止めます骨盤キャッチ止めますカウント1、2、3、4、5、6、7、8 1、2、3、4、5、6、7、8仰ぎます左手5、6、7、8キャッチ右手仰いでたりなんか動物撫でてるようなイメージで手首を動かしてくださいこれも1往復だけいきますねもう1回いきますもう1回1往復せーの左からいくからねふう OK そしたら足をオープン1、2もう1回いきますよ左足オープン1、2右手が上左手がたすきのように斜め下1、2、3、4お尻を右に戻します左右現在お尻は細い路地の中を振ってます左右に振ってます1、2、3、4余裕があれば首元1、2、3、4お尻と首が一緒ここは正面右に倒す5、6、7もう一回お尻と首って一緒って言ったよね、はい、一度右から歩こうなのでオープンするでしょ細い路地って首が右に倒れました首とお尻が同じ方向で左に止めたもう一回いきましょう1、2、3、4、5、6、7、8足を止めるクローズしますどっちの足からクローズしてもいいですいくよ2、3、4、5、6、7、8足止めるこれはね今サビの前ですもう一回いきましょう最後ボディを使う OK その後ちょっと手遊びいきますね両方の手の甲が私を向けます手の甲が前です左手を上はいいきますよ右手は同時に下がってます1、2、3、4手のひらくるっと返しました左手上右手上と同時に手の甲が前手のひらが前そして横からもう一回いきます1、2、3、4、5、6、7ラスト1回1個前と合わせるので準備しますねお尻のところです4、3、21、2、3、4、5、6、7すぐ手1、
1、2、3、4、5、6 OK 右から歩きます。1個前が何かっていうとスライドしていくところなので右の方へ準備、左足から行きます。スライド1、2、仰ぐ5、6、7、8、1、2、3、4、5、そしてお尻、今のオープン、オープン、回す、手の振り、手の甲、手のひら、はい、もう一回いきましょう。1、2、キャッチ、はい、仰ぐ1、2、キャッチ、仰ぐ、お尻、ほっ、ほっ、手の振り、フォー、ひら、オッケー、歩きます。さあ、それではサビです。さあ、軽く足を広げてこのままリズムに合わせておいてくださいね。1、2、3、4、5、6、7、8、休憩、踏んでる方に体重かける、体重かける、1、2、3、4、5、6、7、8、うまくいかないなっていう方は上半身を振ってみてください。横に倒す、1、2、3、4、5、6、7、8、いきました。練習で体を倒しますが、徐々に上半身は倒さずに下半身だけ、 OK、 今サビ中です。手はグー、手のひらが前で2、3、4、5、6、7、8、5と7で叩くんだけどダブルで叩きます。お、どん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 、足止めないようにしてください。で、今練習中なんで正面で終わってるんですが、どん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 、パッ、右足を前に出して体を横向き、もう一度右足から行くからね、どん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 、パッ、これを繰り返すだけです。はい、ちょっとだけ強度が高いのでどんどん気をつけて、どんどん、パッパッ、 OK。 そしたら右足から歩いて右足を前に行く時の手の振りをやります。左手登場です。ちなみにここの手の振り、ここの手の振りは上級まで使っていくのでぜひ覚えておいてくださいね。カスタムはあります。まず左手、手のひらを私の方に向けて、肘を外、脇開けて胸の前に、左手、手のひらは私の方ですよ。つまり自分の胸に手の甲がくっついてる状態、くっつけなくていいです。このままキャッチ、パーから肘をさらに横、1、グー、キャッチしています。パーからグー、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、で、今パーからグーにしてるんですけど見えます？親指ちょっと起こします。パーから親指が下、いきました、1、2、3、4、1、2、3、4、この手の振りは中級上級も使うのでスムーズにいきます。これ1、2、3、4、5、6、7、8、ちょっと休憩、うー、左手4回引きました、いきますよ、1、2、3、4、5、6、7、8、親指がずっと下なんで1回上げるんですね、1、2、3、4、5、6、7、8、結局親指上、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。1、2、3、4、5、6、7、8、これが右足を前に出して1、2、3、4、5、6、7、8、つまり見えないところで私をやってます。でも見えたところで同じやつ、1、2、3、4、5、6、7、8、サビからいきます。これを連続、1、2、3、4、どんどん、右足前、ふっふっ
もう一回いきます。1,2,3,4 どん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 、キャッチグッドキャッチグッドキャッチグッド、歩きます。ちょっとね、左利きの方が有利ですね。これが連続されるということです。ベースがこれで中級上級も似たようにカスタムしながらやっていくので、この手の振りよく覚えておいてくださいね。やっていくうちに2回目のここはあのグッドボタンになるんで、こうこれは親指をしまいましょう。今練習中に、あ、親指しまい忘れたっていうことは直ちに高評価ボタンを押してください。直ちに、はい、お願いしますということで、初級はここまでです。サビの最後終わってここで終わるんで、はい、このまま中級上級につなげていきましょう。それでは原曲へゴー。